修行店の北京原人遺跡は中華人民共和国の修行店にある北京原人の骨や遺物の発掘現場であり、1921年から精力的な発掘作業により北京原人の骨が発見された。1987年にユネスコの世界遺産に登録された。修行店遺跡は約25万年前から40万年前に住んだと思われる。 北京原人の遺跡である、ユハン・アンデショーンが1923年に原人のものと思われる葉を発見した。その後、漢方薬に使われる竜の骨とされる化石が掘り出されていた竜骨山で1929年、中国人学者の配分中が完全な頭骨を発見した。付近は石灰、石材の産地でもあるため、 もう拓棟時代には1958年から1960年にかけて実施された大躍進政策の一環として工業を大いに起こそうというスローガンのもと多数の関連工場が建設された。しかし工場建設や原料採取のために多くの遺跡が埋没したり破壊されたりした。1986年になってようやく中国共産党は 考古学者たちの意見を入れ遺跡から工場群を移転させた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。